ちょっとこれは首相官邸近づいてきましたが機動隊とかいてこれを突っ込むのは難しいかなう宇野れまさのムービードライバー」この番組は私宇野れまさが車の運転をしながら映画について話す番組です、えー、今日紹介するのは10月4日公開「シビルウォーアメリカ最後の日」ですねはいようやくですね ようやくというのも他でもないあれですよ。これアメリカでは4月に公開された作品でその時点でかなり話題になっていてというかアメリカというか日本以外のほぼ全ての国ですね。北朝鮮とロシアと日本以外のほとんど全ての国で4月に公開されていて非常に話題になった作品で A24 作品ってまああれなんですよね。全部が全部じゃないんですけども、主だった作品は日本ではハピネット、 え、ファントムが配給するようになって、まあそれは非常にね、ありがたいですし、非常に力を入れて、えー、くれてはいるんですけども、メジャースタジオの日本のですね、 死者、えー、のように全米公開と同時に公開するかといったらそういう形ではないんですねあのインディペンデント系の配給という形になるのでなのでまあ最近だと例えばアリアスターの棒は恐れているとかもそうですけどまあまあまあ半年くらい普通に遅れるんこれはどうなんだっていうのがちょっとある正直ちょっとある けども、結果論を言うと、まあ、アメリカの大統領選が11月じゃないですか。だから、まあ、それ超えちゃったらなっていうのはあるんだけども、10月4日というのは、まあ、ギリギリですね。ギリギリというか、むしろ、アメリカ大統領選にいろんな注目が日本でもね、集まってる中で公開されるというのは、もしかしたら、工業的には、 4月に公開するよりも良かったのかもしれない。ご存知のように、4月から10月の間には、トランプが狙撃され、この間も狙撃されしたな。2回狙撃され、この間は狙撃未遂か、ゴルフ場のやつは。で、あの、バイデンが出馬を取りやめ、 代わりにカマラハイスが出るみたいな動きもあったわけですけども、まあまあ、台風には影響はないというか、実は僕、この間、アレックス・ガーランド監督にインタビューをして、まあ、アメリカで公開されてから日本で公開されるまでの間にもいろいろあったよねって話をしたんだけど、まあ、けど、そこで起こっていること、特に、まあ、トランプの狙撃に関しては、まあ、別に目新しい出来事ではなく、トランプが始めた狂気、 まあそれは議会のね襲撃4年前の3年半前かの事件であったりとかまあその前のいろいろなトランプのやってきたことのまあ一つの流れの中にあることだっていうふうに認識していると言っててまあまあそういう考えもあるのかなと思いつつまあこれポイントはアレックス・ガーランドはイギリス人ってことですよねで1970年生まれタメなんだよねで会った時もいや同じ年なんですよって言ったら お俺よりもお前若く見えるなっていうね、えー、サービストークをもらいですねはっはっはーみたいな感じだったんだけどまあ確かにイギリスの54歳ってもっとねこのカップクくーいしもっとがっちりしてるけどねただあの世代って結構すごいあれなんですよそれこそクリストファー・ノーランも同じ年70年生まれ、えー、あとちょっと下だけどエドガー・ライトがいる74年生まれかなだからまあ豊作というか、えー、クリストファー・ノーランとアレックス・ガーランドとエドガー・ライトを ほぼ同じ世代で排出してるってのは結構なもんなんじゃないですかねもちろん他にもいますけどもで、まあ、彼はイギリス人なんですよだからまあ、ある意味クリストファー・ノーランがオッペンハイマーを取ったのと一緒だよねって話もしたの要はアメリカのまあこれ僕もこれから首相官邸に今向かってるんですけど首相官邸にね 襲撃するつもりで今向かってるんですけどもえっとホワイトハウスを最後ね潜入していく潜入侵入進撃,進撃だなほとんどなもう本当の軍隊使って撮影してるからねところがあるんですけどもまあ言ってみればさ同盟国とはいえさまあそうそうオッペンハイマーの場合は当時の敵対国だからま、まあ、けるそっかそうだねあだけど同盟国とはいえさあのよその国のさまあこれは簡単に言うとカリフォルニア州とテキサス州 まあ、いわば、リベラルの一番強い州と、非常に保守が強い州の、えー、カリフォルニア州とテキサス州が合併して、アメリカ合衆国に内戦を引き起こすというですね。だからまあ、その設定の時点で、何か、その、なんていうんですか、予言的な映画とかとはちょっと違うんですよね。まあ、その時点で、結構、えー、ある種メタファーというか、 完全にこれはあの架空のの話であるるるというのは、まあ、分かる人には分かか人にただね俺そうは言ってもねテキサス州とかって今 IT の企業とか集まってるからあの税金問題でどんどん流れてきてるから全くない話でもないかなとも思ったんだけどまあただアメリカの、まあ、文字通りシビル・ウォー内戦を描いた作品でまあ それをイギリス人の監督が取ってるという。だから、まあ非常にですね、共和党よりでも民主党よりでもないというか、まあどっちかっつったらやっぱり民主党よりなんだけども、まあけどアンチトランプだってはっきり言ってたからね。だから、ギリギリの中立的な視点で、えー、作られてる作品で、それを成し得てるのは一つはイギリス人であるってことが大きいんじゃないかな。で、すごい、あのー、アレックス・ガランの面白いこと言ってたのは、まあ映画監督ってのは二通りいるんだよと。で、一つは、 自分が幼少期に見た映画の世界を自分が再現したい、えー、かつて自分がね育ってきた映画の世界を自分も作り出したいっていうまあ、えー、そこでも名前挙がったけどカランティーノとかもそうだし、まあ、もしかしたらその前の世代だとスピ,スピルバーグとかもそういう要素も強いだろうし、まあ、何よりね彼と同郷のエドガー・ライトもそうですよね。で別にそういういい人たたちを僕僕ははは批判するつもりはないんだよとただと 自分が、ね、映画を作ってて自分が、えー、若い頃に見た映画とかに影響が受けてるっていうのを、えーまあ、自然に出ちゃうじゃん感じた瞬間にやっちまったって思うんだとできるだけそういう要素を排除していくんだとで僕はあくまでも現在を生きる作家で現在の世界を映画にするというのが、まあ、自分の主義なんだよと主義というのは、えー、他とは違う自分の作家性みたいなことを自認してるんだよね。 で、確かに確かに、エクスマキアにせよ、えー、アナヒアレーションにせよ、メンにせよですね。アレックスガーランドの映画って、現在もしくは近未来の作品なんですよね。デブスとかね、テレビシリーズの。結構そういう作家って、これだけ作品それなりに作ってて、 珍しいよね。で、彼はもともと小説家でザビーチ、ダニー・ボイル、これはまたイギリスの彼のもう一世代上の監督ですけど、ダニー・ボイルが映画化しましたけど、それの原作。だから小説家としてデビューしてるんだけども、小説家時代から一貫してるんだよね。現在もしくは近未来の話。だから、アメリカ人でもないのに、こんなテーマでって思う反面、彼は一貫して、そういうその現在やちょっと先、まあこれも一応近未来ってことになってるんだけど、えー、近未来で起こるということをですね、えー、想定した 物語を常に作り続けてた人なので、そういう意味ではまあ、この作品、このテーマ、納得だし、まあ彼の作品って確かに僕も大好きなんだけど、割と同世代のどの監督にも似てないんだよね。で、撮影監督も編集も音楽も、まあ音楽はあの、ポーティスペットのオリジナルメンバーのジェフ・バーローだけど、割とね、同世代のイギリス人の仲間でですね、いつも割と組んでいて、 なんかね、僕あんまり最近その同世代のミュージシャンでそんなに浸水してる人はイギリスにはいないんだけども、あ、なんかこのイギリスの1970年代前半生まれコネクションのこのアレックス・ガーランドのチームというのは非常に毎回シャープな作品を作ってるなという一目二目置いている存在です。はい。ちょっとこれは首相官邸近づいてきましたが、機動隊とかいて。 これを突っ込むのは難しいかなここ入っちゃったら怒られるのかなーあーなんか難しいな難しいななかなかね最近お前なんか都心でばっかり撮影してるじゃないかよって思われるかもしれないけどちょっと忙しいんですよあと毎週アップしてるからさこれの後もさジョーカーフォリアドゥーもやるからさ6週連続ですよ大変ですよ なのでちょっと都心で撮ることが多くなってるんですけど。というか、あれですよ。前回の黒沢清のクラウド。あれがね、記念すべき50回でしたね。その時は忘れてたけど。だからもう50回も超えて、えー、51回、えー、でお送りしてる、えー、わけですけども、突っ込んじゃ、あ、入れないんだ。やっぱこっから入れないんだね。えー、そんな厳重に警備することあるあ、そう。ね岸田首相はなんかね、なんかバイデンかなんかに。 この間、この間つかこの収録時点で会いに行ってました。今、バイデンになってどうするのって感じがしますけどね。大丈夫かそのセンスっていう。心配にもなりますが。そう。で、シビルウォーなので、非常に変わった映画です。で、僕ね、これ2回見てるの実は。で、最初、ああ、こういう映画なんだろうなって予告編で想像してたのと結構違ったのね。結構違った。まあ、簡単に言うと、まあこれ、アイマックス版とかも作られていて、 で、IMAX も見てるんですけども、2回目なんだけどね、僕 IMAX で見たの。えー、っとね、だから結構、スペクタクル、その戦闘シーンとか、それこそホワイトハウスの襲撃シーンとかが見せ場になる派手な映画をちょっと想像してたんだけど、実は、ジャンルで言うとね、ロードムービー。そう。あのー、なんですよ、結構。だから、思ってた作品と違って割とそれで戸惑ったっていうのはあるよね。で、 けどね、2回目、iMAX で見たら、1回目よりも全然良かったの。いろんな意味で。理由を言うとね、まずこれ、音がすごいね。音響設計、録音。中段の音とかがね、他の映画では見たことがないような。あのー、まあ、よく言われるんですけども、スピルバーグがさ、プライベートライアンの冒頭の戦場シーンでさ、まあ、これまで撮ったことがないような戦争の、 戦場シーンを撮ってあれがまあ今後その後の映画にすごく影響を与えたみたいな、そういうエポックメイキングの作品ってあるんですけども、えっ、ー、と、これの終盤の、えー、襲撃シーンとかは、えー、それに近いね。もうその銃声とかが他の映画では聞いたことがないような音で、マジで恐ろしい。で、実際にこれ軍、本当本物の戦車とか使ってい,いて、だからそのリアリズムを徹底的に追求しているところは本当にすごいね。で、これ、 えっと、デジタルなんだけども、えー、iMAX 版が作られていて、それも、えー、iMAX 認証される、えいわゆるデジタルのカメラじゃなくて、あの、映画用のカメラじゃないカメラで撮ってんだよね。あの、報道とかで使う。だから、結構技術的にも結構斬新なことをしていて、なので、えー、まあちょっと先走っちゃいますけども、これ iMAX で見る価値ありますよ。うん。そう、意外にね、派手な映画ではないんだけども、とにかく全編リアルなんで、 怖さは本当にある。怖い。それは、その、ロードムービーって言ったけど、その中で出会う人々みたいなものの描写一つ一つが、非常にね、まあだからあれですね、ちょっと、現代、現代風というか、現代版のアメリカンニューシネマ的なテイストはあるよね。あんまない感じ。だからそう。こんな、あの、テイストの映画、意外にない感じ。うん、そうそう。だから彼がね、その過去の映画に似てるって言うと、嫌がる人だから、ニューシネマ風とか言うと、 嫌がるというか、まあ、ニューシネマっていう言葉自体が日本語なんだけど向こうでは通じないんだけども、えー、70年代のアメリカ映画っぽいとか言ったら嫌がると思うけどもまあそういう要素実はありますよすごくその上でですねあの役者もみんな素晴らしいんですけども特にこの作品あのー 女性カメラマンの主人公が、えー、キリステン・ダンストが演じてるんですけどいやキリステン・ダンストはいい,いい女優になったなったねっていうかもともとかったんだけどこの作品の、えー、キリススンダンストはいいね文句なしだ、ね、いや実はこの作品中盤よりちょっと後にジェシー・プレモンズが出てるんですけども、あのー、ご存知の方もいると思いますが、えー、キリステン・ダンストの、えー、実生活における夫ですよね。 夫役がジェシー・プレモンズがとんでもない役で出てくるんですよ。で、予告とかだとすごい印象に残ってたんで、もっといっぱい出てくると思ったら、実はジェシー・プレモンズ出てくんの、えー、ほぼほぼワンシークエンスなんですよね。ワンシーンではないけどワンシークエンスで、数分なんですけども、それで持ってっちゃうっていうあのね、赤いあのサングラス。いや、僕も今日、あの、撮影するときにちょっと赤いサングラス探したんだけど、似たのがなかったんですよ。あ,あの赤いサングラスやばいよね。 赤いサングラスしただけであんなに恐ろしくなるのかっていうね。というね、何気の夫婦共演もこの先にはしているんですけども、キリステン・ダンストーンが素晴らしい。一方で、もう一人若い世代、えー、っと、これは監督にね、 これは Z 世代代表として、えー、このキャラクターを作ったんですかって聞いたら、いや、もっと若い、あの、ジェネレーション、まあ、ゼロとか言われてる世代だよって、えー、訂正されましたけども、これをですね、まあ、エイリアン・ロムルスでも紹介したケイリー・スピーニーが演じてるんですね。この役がね、なかなかね、クセモ者で、まあ、全部の、全部の言動が、俺から見ると、大丈夫かっていう。 あの本当にアメリカの女の子どうしたみたいなねちょっとそんな感じになるね感じで結構これ見てイライラする人いると思うんですよねただそこはねそんなにで監督自身にも聞いたんだけどもそのこれはジャーナリズムの映画で,でもあるんだけどもジャーナリストその上の世代のジャーナリストはがもうすでに完全に行き詰まっている中で、えー、けど、えー、彼女の世代に えー、期待を託しているんだよと本当ですかって思ったんだけど、あ監督がそう言ってましたね。けどなぜか35ミリのフィルムであれなんだよね。写真撮るんでね、デジタルも使わないんでね、そのケリスピーの、うん、そう。だからその役の描き方っていうのは結構独特ででね、そういうね、なんかね、本音がどこにあるのかわからないフックをアレックスガーランドって入れるのがすごくうまいというかそういう作家なんですよ。 だから絶対にこれもこれだけ政治をテーマにしているのに政治的な何かのプロパガンダには絶対させないっていう強い意識がありえそしてえさっき言ったようにこれはまあロードムービーだしまああとその,その前の面とかもあれもホラーだしだからその前のやつとかさ非常にまあトクシックマスキュリティをまをストレートにテーマにしてるんだけどもただジャンルムービーホラーであるというえある種逃げ道を作って何かそこに本音を。 しぼ、忍び込ませるみたいなね。そういうところをやるんだよね。だから、あの、僕ね、インタビューして、まあ、だから、インタビューで全部監督が本音言うわけがないと思ってるわけ。だから、だけど、まあ、なんか、本人にそういう確認して、まあ、その時の表情とかさ、雰囲気とかも含めて、うん、なるほどなーって思った次第ですね。だから、えっ、ー、と、そのケイリスピニーの役に関しては、僕は最初、あのー、すごい、キリステンダンストに思い入れをしてるからさ。けど、あれもしかしてこれ、 俺が上の世代だから下の世代にイライラしてるのかなとか思っちゃったんだけど、まあんとかそういう気持ちは込めてないんだってよ。それは皆さん見て判断してください。で、まあさっきも言ったように、これ iMAX で見た方がいいと思う。一発目 iMAX で全然いいと思う。音響がとにかくすごいから。iMAX ってやっぱ音響も重要だからさ。そう。という感じですね。はい。で、採点です。どうだろうな。 どうだろうなぁ。いや、だからなかなか驚きの作品ではあるんだけども、えー、まあできれば半年前に見たかったなという気持ちが一つ。あと、今年だとあれだっけパストライブスは9.0とかにしたんだっけそうだよね。パストライブス、シビルウォー。うん、同じくらいだけど、10年後も思い出すのはパストライブスの方かもしれないなけどそれはシビルウォーっていうのは今、 この作品が重要だと思って作ってて作るだから今の映画なんですよねだからアレックス・ガーランドみたいな作家っていうのはすごく重要で彼みたいな作家がいなかったら、ね、みんなエドガー・ライトとかさあのクエンティン・タランティーノみたいなさポール・トーマス・アンダーソンみたいなさノスタルジックな映画ばっか撮る名監督ばっかにな,な,なっちゃうじゃんだから今見るべき映画という意味ではあれですねあそうだねだったらやっぱりそこで差をつけるのはよくないな 9.0! はい9.0点です。 というわけで、今年もね、あと残すところ。何ですかジョーカーフォリアズくらいなんじゃないのなんて言ったら怒られるやばいよね。まだ10月頭ですよ。これ収録してるの、9月。どうすんのどうすんの洋画、実写。心配です。心配なんで、あの、シビルウォーとかジョーカーフォリアズとか盛り上がってくれなきゃ困ります。え皆さん、えー、その辺も踏まえて、ぜひコメントも。 いろいろ書き込んでください。必ず見てます。あとチャンネル登録、そして、えー、いいねもよろしくお願いします。それでは。